はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はですね、ちょっと面白い動画を見つけて、今日はそれをね、皆さんに共有したいなと思って動画を撮ってます。こちらのね、ハインケルさんっていう、投稿者さんが投稿した、ゆっくり解説、米軍から見た日本兵の姿、敵国の分析に見る軍隊という動画なんですけど、こちらね、非常にね、面白い内容だったんですよ。そしてね、この内容はすごくね、そのゲーム、e スポーツの部分においてもすごく当てはまるんじゃないかなと。日本と海外チームの差、まあ本当チーム戦の話なんですけど、本当日本と海外の本当差に関してすごく当てはまるんじゃないかなと思ったので、今日動画を撮りたいと思います。この動画で紹介されてるのはですね、インテリジェンスブレティンっていう、当時米軍がその日本軍を分析したレポートがあるらしいんですよ。これはですね、可能な限り最新な情報で敵国のこう戦術だったりとか兵器だったりとか戦訓だったりとかを、その最前線にこう情報を送るために書かれたものらしいんですけど、この内容が本当に僕が世界大会に行ったりとか、アメリカの方にこう遠征に行った時と思ったこと、感じたこと、その日本チームと海外チームの差、その感じたこととね、すごくね一致したので、今日共有したいと思います。それではこのインテリジェンスブレッティに書かれていた、その米軍から見た日本軍の、まとめをちょっと簡単にね、話したいと思うんですけど、まあ、大体4つにまとめました。じゃあね、まず1個ずつね、読み解いていこうかと思います。作戦が1パターンで、臨機応変さにかけ守備に回るというとこなんですけど、まあ、これは本当確かになと思います。まあ、作戦が1パターンっていうのは、作戦の数が少ないっていうのもそうなんですけど、例えば5対5のチーム戦だった場合で、練りに練った作戦があるとします、その5人で。だけど本番になったらこう1人欠けてたみたいな、2人欠けてたみたいな、そういう時じゃあどうすんの、その後の作戦がないみたいなこともすごくあるなと思ったんですよ。要は本番っていうのは本当作戦通りにいかないことがほとんどじゃないですか。で、そんな練りに練った作戦だけど5人いないとできないような作戦っていうのは、本番では実際はあんま使えなかったり、使う場面が少なかったりしますよね。だからそういう、その作戦自体の数だけじゃなくて、そういう欠けた時の場合とか、そういうのを含めて作戦がワンパターンっていうのは確かになんか FPS でもあるなと思うんですよ、日本チームの。そして、臨機応変さに欠けるっていうところも、その今話した欠けた時の場合、じゃあどうすんのみたいな。作戦にはないけど、じゃあ本番その臨機応変にその場の判断に任せて動けるっていうのもやっぱ少ないと思うんですよね。今僕のチームのラッシュゲーミングの COD チームも、ここがね一番正直弱いです。臨機応変さがない。すごく硬かったりとか、本番で考えた、事前に話した通りにしかできなかったりっていうことが本当に多いですね、これは。僕がね、ずっとやってきたゲームは COD、Call of Duty なんで、まあその COD の海外チームの話になってしまうんですけど、本当 COD の海外チームとか、なんか作戦をなんか決めてないんじゃないかっていう風に見える場面が多かったりします。本当パキパキその場の判断して素早い判断でこう次に動くっていうことが、むしろ作戦全然決めてないんじゃないかっていう見えるシチュエーションが本当多いなと思ってます。そして二つ目の、何度撃墜されても戦術を変えないっていうのは、まあ例えばそのシオリだったらサーチ&デストロイとか、あとまあ本当他のゲームだったらバロラントとかでなんか爆破ゲーとかあるじゃないですか。まあやっぱりチームによって癖だったりとかあるわけじゃないですか。で、僕も実際この大会とかでこの爆破ルールサーチ&デストロイとかでプレイするときは、やっぱ前半のね数ラウンドは相手の特徴をつかむラウンドだと思ってプレイするんですよ。で、前半戦ちょっと終わり始めた、あ、敵こういうところが対応弱いんじゃないかとか、ここが穴なんじゃないかっていう風に判断して、そっからねチームに指示出しして作戦を変えていくみたいなのを当時とか大会の時はやってたんですよね。まあこれが最初できるようになったのは本当なんだろうな、ワールドウォー2の後半ぐらいかな。まあ本当海外遠征を終わった後らへんからなんですけど、こういう風に考え始めたのは、日本チームとその強い海外チームとやってて差を感じたのは、そのやっぱりまあ戦術がワンパターンじゃない、本当最初の話に戻るような感じですけど、自分たちの動きが読まれてるんじゃないかっていうぐらい柔軟にこう戦術を変えてくる、自分たちがこう行く先を全部止められる
るような感覚でしたね。だからこの一つ目と二つ目は一緒かもしれないですね。そして三つ目ですね。集団で固まってると粘り強いが、分断するとすぐ降伏するっていう部分なんですけど、まあ、これ褒められてた部分かな、評価が高かった部分、その守りが強いっていうところですね。これはですね、なんか FPS にこう置き換えると、まあ、僕がやってきたゲームがその COD なんで COD になっちゃうんですけど、まあ、僕もいろんなチームでプレイしてきたんですが、なんか守りを好む人たちが多かったですね。やっぱ守り、サーチ&デストロイでも守りを選ぶとか、最初に。あと、守りの作戦のパターン多いとか、なんか、そういうことが結構ありました。だから、日本は、すごくこう、相手がしてくることに対して、こう、準備したりとか、配置して、ここはこう来るから、みたいなものに関してはすごく、まあ、得意分野なのかなと思います。逆に言うと攻めが弱くて、その臨機応変さで個々の能力がちょっと、その他の海外と比べて劣ることなのかなと思います。これもね、僕がやっぱりその海外行って感じたことの一つですね。そして、四つ目、負け始めると一気に動揺が広がる。空気を読む集団心理の延長っていう風にあったんですけど、まあこれはね、やっぱありますね。すごくそのミスをしたりとか負けた時に空気がこう落ち込む感じ、逆に言うと調子がいい時はみんなウェイウェイっていう風に上がるんだけど、この落ちたところから上げるっていうのがすごく苦手だなって思ってます。本当これはなんかそのチーム戦の話だけじゃなくて、なんか本当日本社会全体に言えるような内容かと思うんですけど、なんか一人がこう落ち込んでる時にもう片方はちょっとなんか自分だけ勝手にこう盛り上がれないなみたいな空気感っていうか、やっぱそういうのはあるのかなと。僕が思う強いチームって、まあ本当極端に言えば感情がないチームだと思うんですよ。本当にやっぱ戦いにおいてなんか感情に左右されたりとか雰囲気に左右されたりとかっていうのは本当に、まあ、言ってしまえばいらないもの。本当ロボットのようにテキパキと判断した方が、いいじゃないですか。でアメリカチームを見てると本当になんか軍隊のようにプレイしてるんですよね。テキパキテキパキで、普通に喧嘩もめちゃくちゃしてるんですよ。正直に意見をバキって言うっていうか、はっきり言う。もう相手と、こう、喧嘩をするぐらい意見をはっきり言うんだけど、次のラウンドが始まった途端、もう、それを一気に忘れたようにキリッと切り替えて、もう、テキパキプレイするみたいな。その、臨機応変なのかな？すごく、こう、頭の切り替え早いというか、で、なんかこう、わ、相手になんかすげえこと言われちゃったよみたいな感情もないように見えるんですよね。逆に言うとすごく僕が一番良くないなって思うチームの状態が、こうやっぱ相手のことを気にして空気を読んで意見を言わないとか、はっきり言わないっていうのは本当僕一番嫌かもしれないですね。要は本当その相手のことを気にして雰囲気が乱れることを気にして意見を言わないっていうのは、本当にそのなんだろう、課題を棚に上げてるだけで、もう全く成長しないと思ってるので、だからその雰囲気がいいチームがいいみたいな、なんかいう風によく言われたりすると思うんですけど、僕そういうのはやっぱり良くないなと思ってます。というわけでまとめると、日本は臨機応変さに欠けて、まあ、集団で固まってた場合の守りは強いけど、やっぱりその崩れ出すと一気に落ち込むっていう感じですかね。これをね見た時、僕はね本当アメリカ軍の分析能力すげえなって思いましたね。本当にまあその通りだと思うし、まあただこれを見て、あー日本ってやっぱダメなんだとか思うんじゃなくて、まあ本当どこがダメとかっていうのはやっぱりわかると思うんで、そういうところをまあ意識して改善していくことがねできるかなと思います。まあどこが悪いか分かってるだけでもね全然違うと思うので、ただねやっぱりね日本ってねチーム戦苦手だと思うんですよ。コミュニケーション能力がやっぱり他の国と比べてちょっとまあ劣ってるって言っていいんですかね。でもやっぱ日本って個人技、なんかスポーツにおいても個人技強いですよね。もうなんか柔道系だったりテニスだったりとか、あと、ほんとゲームだったら格闘ゲーム強いじゃないですか。だからほんとその一人とかで少人数でやるものに関してはすごく強いのかなと思いました。余談なんですけど、同じアジア圏内の中国、韓国ってすごく、まあ e スポーツも強いじゃないですか、ゲーム。もう LOL だ、オーバーウォッチやらとか。ね、あの二つの国はもうどっちかっていうと国民性がアメリカ
カ寄りなので、まあ、その辺が違うのかな。あと韓国は兵役があったりとか、なんかそういうのももしかしたら関係してるのかもしれないですね。まあこれから日本がチーム戦において海外にこう通用していくためには、やっぱりその臨機応変さと、まあ本当その切り替えの速さ、柔軟さみたいな部分、雰囲気がいいというだけではやっぱりチーム戦においてはダメなので、まあその辺のコミュニケーションだったりと、あと僕はすごくパッションが大事だと思うんですよね。まあすごく抽象的な感じになってしまうんですけど、まあ要は気合というかエネルギッシュな感じというか、例えばもう試合間にわーって叫んだりとか、まあ海外チームとかね、もう相手に対してもうめちゃくちゃ叫んで煽ったりとかしますけど、まああれを真似ろとは言いませんけど、でもそれぐらいのこうエネルギッシュな感じっていうのはやっぱりこう勝負の世界においてはすごく必要なんじゃないかなと思いました。まあやっぱりこう優しいだけでは勝てないね、世界っていうか勝負の世界は。はい、というわけで今日は、米軍が日本軍を当時分析した内容をインテリジェンスブレティンっていうものをね、ちょっと FPS に当てはめて紹介しましたけど、いかがだったでしょうか。かなり雑に喋ってしまったかもしれないんですけど、もし面白かったら高評価ボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして今回参考にしたハインケルさんの動画も概要欄に貼ってあるので、そちらも、ぜひ見てください。というわけで、お疲れ様です。